んだら上の上の方もね、どこ行けるのちょっと面白いのが変わってくる。すごい15分ぐらいだったさ、あー、日本の人行きたいなーって何回見てもいいよ、すごい良かった、あれはすごい、やっぱり広く広く続いてですね、セレモニーの方を進めていきたいと思います。本日はデジタル核軸点灯式カウントダウンセレモニーに、黒岩知事をはじめとしまして、映像アーティストの長谷川明さん、そして多くの来賓の方においでいただいております。カウントダウンセレモニーに際しまして、まずはですね、神奈川県知事の黒岩祐二から一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。お願いいたします。こんばんは、神奈川県知事の黒岩祐二です。今日は神奈川県庁にようこそおいでくださいました。今日は神奈川県庁全体挙げたの夏祭りです。実はこの曲は神奈川県庁の職員が企画したので、神奈川県庁大舞台をもっと県民の皆様に楽しんでもらおう、親しんでもらおうということで始まりました。そして今日はこの屋上も開放しています。屋上から見るものが夜景がとっても素晴らしいです。ちょっと私まだ見たことないんですけど、特別に開幕してあります。しかも今日は特別です。屋上でビールが飲めるんです、ビールが。この話を聞いた時、私もさすが、ジジジと言ってしまいました。ジジジ。すごいですね、これは。そして今日はまたさらに特別です。この神奈川県庁本庁舎、これは昭和3年にできた歴史建造物なんですが、ここが素晴らしい映像によって浮かび上がります。私も見たこともありません。ぜひ皆さんと共にカウントダウンを楽しみたいと思います。ご楽しみください。ありがとうございました。それでは引き続きまして、来賓の方からご挨拶をいただきたいと思います。まず、神奈川県議会古澤議長、お願いいたします。デビューさん、こんばんは。ただいま、素晴らしいボタンの演奏がありました。皆さんと一緒に感動いたしました。この後も新しい感動が待っているというふうに思います。この後ろに見えるのは神奈川県の本庁舎、長い歴史と伝統がある建物であります。この建物に最新の映像を使ったデジタル掛け軸が放映をされます。歴史と伝統、そして最新の映像の共演も存分に楽しんでいただきたいと思います。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございました。続きまして、公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会、及川副会長をお願いをいたします。なお本日ですね、神奈川県庁ではハイスクール議会、高校生の生徒さんたちによる議会の議論が、熱い議論が行われておりました。日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会はこのハイスクール議会を主催されています。この会場にもですね、正面向かって左側の方にハイスクール議会に参加された生徒の方々、数多く見にいらっしゃっています。それではお願いいたします。皆様こんばんは。本日よりただいまご紹介に行われましたハイスクール議会2013を3日間、そして1週間の会期をもって開催させていただきます。本日はこのハイスクール議員、130名が皆様とご一緒にこのイベントに参加させていただいております。このイベントに黒岩知事をはじめとします行政の皆様、そして神奈川県議会議員の皆様、お招きいただきましてありがとうございます。熱い議論の前にこのようなイベントに参加し、思いっきり楽しんで、また1週間頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、 JC 議員連盟牧島会長、お願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただいた青年会議所を卒業した組織であります、議員団の団長しております牧島でございます。今日は本当に暑い一日、ようやく終わりを告げ、少し涼しい風が吹いてまいりました。高校生の和太鼓、この歴史的な瞬間を皆さんと共に私
信頼におります。